国国新聞ニュースをお伝えします石川県は今日およそ411億円の新型コロナウイルスの対策費などを盛り込んだ新年度の当初予算案を県議会に内示しました新年度の県当初予算案は今年度の第1次3月補正予算案と一体的に編成され2つを合わせた一般会計はおよそ 6,490億5,000万円と昨年度に比べ9.2%増えましたこのうち新型コロナ対策に411億9,800万円を当て感染拡大の防止に向けた検査や医療提供体制の確保それにワクチン接種の体制整備を急ぎます合わせて経営力強化 総合支援プログラムを創設し地域経済の正常化に取り組みますコロナ以外の施策では北陸新幹線が2024年春に県内全線で開業する準備金沢城公園や新しい県立図書館の整備などに加え2023年秋に県内で開催される国民文化祭の開催準備を本格化させます 一方、歳入はコロナ禍の影響で実質的な県税の収入を今年度より10.1%少ない1,696億円と見込みました。石川県の当初予算案は、今月24日から始まる県議会の2月定例会に提出されます。所得税などの確定申告の受付が 今日から全国一斉に始まり金沢税務署では新型コロナの感染を防ぐため初めて入場整理券が配られました金沢税務署は確定申告の会場に入るのに必要な入場整理券を配布したり無料通信アプリ LINE で事前に整理券を取得できるようにしたりするなど密を避ける対策を取りました その結果、受付の開始前に並んだ人の数は、去年がおよそ160人だったのに対し、今年は49人と、去年の3割ほどでした。税務署の中の受付会場でも、入る前の検温を徹底するとともに、間隔を空けるため、手続きのためのスペースを広く取り、提出書類を作るパソコンを去年より6台減らして、 38代にしました税務署では会場に来なくても申告できる e-tax 国税電子申告納税システムの利用も呼びかけています申告の期限は当初所得税贈与税が来月15日個人事業者の消費税が来月31日でしたが新型コロナの感染拡大を受けていずれも 4月15日まで延長されましたニュース解説のコーナーですスタジオには北国新聞経済部の道上部長にお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします日銀金沢支店は今月10日に発表した2月の北陸の金融経済月報で 個人消費の判断を下方修正しました下方修正は去年5月以来ですが具体的にはどういった判断となったんですか、はい、今回は前の月の厳しい状況ながら持ち直している から、えー、厳しい状況にあり持ち直しのペースが鈍化していると表現を改めました、うん、理由としては何が挙げられますか、はい、新型コロナウイルスの再拡大に加えて、えー、年末年始の大雪が拍車をかけて客足に影響しました、はい、具体的にはどういった状況になっているんでしょうか、はいえー、百貨店、スーパーの売上高や家電販売はあ持ち直しのペースが鈍化しています。はい また旅行取扱いやホテル旅館の宿泊者数も GoTo ト,トラベルの停止によって影響を受けました、ええ、家電販売も巣ごもり需要に一服感がありますがあ乗用車の販売は引き続き続持ち直しています、うん、日銀金沢支店はどのように見ているんでしょうか、はいえー、日銀金沢支店の竹田支店長は雪が減ったら客足が戻るかなど 目を凝らして動きをチェックしていく必要があると話していましたなるほど、その他の項目はどうなっていますか、はいえー、生産については、前の月の持ち直しつつあるから、緩やかに持ち直していると、こちらは3か月ぶりに情報修正となりました、うん、情報修正の理由はどういった点が挙げられるんでしょうか、はいえー、電子部品、デバイスはスマートフォンやじ自動車向けが伸びています。はい また生産用機械も堅調ですそして建設機械や半導体生産装置工作機械・繊維機械で受注回復の動きが見られますその他の主な項目は住宅投資・設備投資・公共投資 雇用所得、物価の5項目はいずれも判断を据え置きました、うん、では全体の判断としてはどうなりましたか、はい、全体判断は4か月連続で厳しい状態にあるが持ち直しつつあるとしました、はい、会見で武田支店長は個人消費と生産が綱引きする中で前向きな持ち直しの動きが続いていると述べた上えで先行きは予断を許さないとしました。はい ワクチン接種も始まりますしこれから心理的にね、どう変わっていくかっていうここも注目ですよねそうですねはい。はい、ここまでニュース解説北国新聞経済部の道上部長とともにお伝えしましたありがとうございましたありがとうございましたニュースを続けます金沢マラソンの組織委員会は今年10月の大会開催に向けてポスターなどに使うイメージ画像を作りました 作成されたのは、来月に完成予定のポスターやチラシ、ホームページに用いるメインビジュアルと呼ばれるイメージ画像です。デザインを手掛けた金沢美大 OB の浜辺昭弘さんは、2016年のリオオリンピックの閉会式でチーフアートディレクターを務めました。金沢さんの金箔が国内視野の99%を占めることから、出来上がった画像は、 ランナーの服やシューズ、背景など黄色を基調としました。その上で、さらに多くの人が金沢マラソンに関心を持ち、参加してほしいという思いから、ランナーの足をイメージした矢印のグラフィックを加えました。新型コロナの対策として、効果を歌う代わりに使えるよう、伏見高校の同窓会が昨日、学校に 新たな CD の音源を送りました新しい音源はこれまで使っていた CD に音質の劣化や音飛びが目立ったため伏見高校同窓会の白梅会が県出身の作曲家三国光平さんに依頼して制作しました白梅会で書務を担当する高島太子さん60歳は笹門ゆかり会長の代理として昨日学校を訪れ 新たな CD を手渡しました音源は4種類ありプロの演奏による伴奏だけのタイプがピアノと弦楽四重奏の2種類合唱付きのタイプは従来と同じピアノ伴奏のものに新たに編曲した弦楽四重奏の伴奏によるものが加わりました合唱付きの弦楽四重奏以外は生徒が歌いやすいようテンポを早め 曲のキーを下げました。来月4日の卒業式では、新たな音源が校内放送で高活性症の代わりに披露されます。津波多町は、新型コロナワクチンの接種が円滑に進むよう、今月19日にも推進チームを設け、交通弱者の高齢者を対象に、町営バスの無料化を検討します。 つばた町は健康推進課、福祉課、それに河北中央病院でワクチン接種の推進チームを作ります65歳以上の高齢者については福祉センターで行う集団接種を軸に個別接種も実施する方向で医師会と調整しています推進チームは中山間地域に暮らす高齢者が福祉センターに行きやすいよう 町営バスの無料化を検討しますワクチン接種をめぐる相談や予約を受け付けるコールセンターは河北市や内灘町と共同で設置する見込みですつばた町の河合谷地区で今年の夏オープンする宿泊交流施設は里山や農村文化を体験できるよう13のメニューを用意することになりました この施設は住民たちが大正末期に禁酒をして建てた。旧河井谷小学校の跡地に建設されます。施設の周囲には五千平方メートル余りの田畑を設け。最大で八十二人が宿泊しながら、山あいの豊かな自然を生かした体験ができます。つばた町は地元の提案を受けて、十三の体験メニューを決めました。このうち。 農業や林業の体験では、米、トマト、さつまいもなどの栽培や炭焼きを行います。里山体験では、水中で生活する生き物の調査や、星座観測、キャンプ、雪遊びなどのプログラムが用意されます。このほか、河井谷地区にある神社や滝をめぐるハイキングや、地元の伝統文化に触れる企画も盛り込みました。 それぞれの体験メニューには、地元の人たちがボランティアスタッフとして参加します。つばた町は、この春から宿泊交流施設の予約を受け付け、幅広い世代に利用を呼びかけます。中野戸町は、新年度に新婚世帯に対する補助として、国の制度と合わせて最大で100万円受け取ることができる制度を作ることにしました。 対象になるのは、年間の所得が三百四十万円以下の世帯で。国の制度で支給される三十万円に加えて。夫婦の年齢が二十九歳以下であれば、七十万円。三十四歳以下では、三十万円を中野登町が単独で補助します。町は、新年度の当初予算に関連する事業費として、二百万円を盛り込みました。 県内の自治体の中ではトップクラスの補助額で、出産を考える新婚世帯を経済的に支えて、出生率のアップを図ります。五十オンズの基礎を作った妙覚承認にちなんだ日本語コンテストの結果が、昨日、香川市山城温泉で発表されました。日本語コンテストの結果発表は、 業格承認が初代の住職を務めた山城温泉の新温州薬王院温泉寺で行われました今年のコンテストは五重温図のうだんの音で始まる言葉をテーマに日常生活で大切にしたい言葉を募りましたこれに対し県の内外から一般の部に1865点中学生以下の部に 1> 1点と例年の2倍近い作品が寄せられ加賀市の宮本陸市長など11人が審査し48点の入賞作品を選びました一般の部の一席には加賀市の川端隆夫さんが寄せた「馬しね」が選ばれ薬王院温泉寺の堀井隆英住職が記号しました。 北国新聞文化センターは今年度最終回の総合模試ゼミ入試情報説明会をおとといオンラインで開き中学3年生が直前に迫った公立高校の入試に向け勉強法を身につけましたこの模試ゼミは今月7日に行われた第8回石川県総合模試のフォローアップ講座として開かれ 新型コロナの感染を防ぐためビデオ会議システムを使って実施されました模試ゼミでは学習塾協議会石川の講師陣が北国新聞文化センターの金沢本部教室などで教科ごとに問題を解説しました参加した中学3年生は5科目の学習方法やよく出される例題の解き方を学び残り1ヶ月を切った 公立高校入試に向けて得点アップを目指していましたこのゼミの模様は金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光を使って配信されましたここまで北国新聞ニュースをお伝えしました